こんばんは、ペケです。今回はリクエストをいただいた新橋ストーカー、通称耳かき店員について考えていきたいと思います。耳かき店員の女性が襲われた点、逮捕されたのは常連客の男だった点など、ストーカーという言葉を改めて考えさせられる出来事です。私個人の意見も含んでおり、誤った情報もあるかもしれませんが、ご理解ください。詳細です。2009年8月3日午前8時50分頃、東京都港区西新橋に住む耳かき専門店女性従業員 A さん当時21歳とその祖母当時78歳が自宅で襲われた事件です。近隣住民が怒鳴り声などの異変に気がつき、包丁を持った男と女性が喧嘩をしていると110番通報。この時 A さん宅に同居していた母親と兄弟が自宅から飛び出し、助けを求める姿も確認されています。そしてすぐに警察が駆けつけると、現場は真っ赤に染まっていたそうで、1階には祖母が倒れていて、顔や首を刺されたことによりすでに力尽きていました。2階には A さんが自室で倒れており、同じく顔や首を刺されていましたが、まだ息があり意識不明の状態で緊急搬送されましたが、1ヶ月後の2009年9月7日病院で力尽きています。警察は現場の台所で汚れた手を洗っていた会社員の男 H 当時41歳を逮捕しています。いきさつです。A さんは東京都秋葉原の耳かき専門店で働く、いわゆる耳かき嬢でした。お店で A さんの評判は良く、店舗ではナンバーワンの人気で、多い時には月収65万円以上稼ぐこともあったそうです。そして2008年2月頃にインターネット広告を見た H が初めて来店、派手ではなく雰囲気のある A さんに好意を持ったそうで、この時に連絡先を交換し、その後週に3日か4日のペースで通い、長い時には1日7時間から8時間コースを選ぶこともありました。H は A さんがプライベートな話や愚痴をこぼすことがあったので、自分は特別な客として扱ってもらっているという感情が芽生えたそうです。しかし H は次第に A さんに手を握ってほしい、僕のことどう思う、外で会いたい、食事に行きたいなどしつこく言い寄るようになっていきました。その都度 A さんは丁寧に断っていましたが、次第に H の行動はエスカレートしていき、駅で待ち伏せをしたり、同じ電車に乗るなどのストーカー行為が始まっていきます。この頃には H は A さんに200万円以上を費やしていましたが、 A さんとお店は相談をし、長時間の予約が多いことや待ち伏せをされていることなど、不気味で不安に感じ、 H に入店禁止を伝えたそうです。しかし H はその後何度も来店、 A さんが泣きながら、なんで分かってくれないんですかということもあったそうです。すると H は、じゃあもういいよ、来ないよと捨て台詞を吐きましたが、すぐにまた店に行くから寝れないほど悩んでいるとのメールを送ったといいます。後の裁判で H はA さんとの安らぎの場所がなくなってしまうと焦り、過去の A さんとのメールでの写真交換や会話の内容の断片的情報から A さんの自宅を特定。そして2009年7月19日の夜、 H は A さんの自宅近くで待ち伏せをします。 A さんは H の姿に気がつくと驚き顔を引きつらせ、会話をすることもなく近くのコンビニに逃げ込んだそうです。この時 A さんは恐怖のあまり、コンビニ店員に助けを求め警察に通報。警察は近くに不審人物がいないか見回りをしたそうですが、 H の姿は消えていて、 A さんも被害届を出すことはありませんでした。しかし H は A さんが警察に通報したことで愛情が憎しみに変わっていき、8月1日も自宅近くに待ち伏せています。しかし A さんが姿を現すことはなく、この時に初めて自分自身が避けられていると感じたと語っています。翌日の8月2日 H は一日中 A さんをどうするのか悩み考えたといいます。平日の早い時間なら A さんが自宅にいるはずだ、部屋も2階にあることを特定していたそうです。さらに翌8月3日 H は A さんに対する憎しみや怒りが我慢の限界に達していたそうで、自宅にあった工具箱からハンマー、包丁、果物ナイフを取り出し、ショルダーバッグにしまい、電車で A さん宅へ向かいます。 A さん宅に到着すると、玄関のドアノブを回し、鍵がかかっていないことを確認、中を覗き A さんの靴があったのでそのまま上がり込んだそうです。この時に祖母が異変に気がつき、 H に声をかけたそうですが、 H はこのまま祖母に叫ばれたら A さんに会う前に捕まってしまうと感じ、祖母に馬乗りになると左手で首を押さえ、右手でハンマーを取り出すと頭を5回殴りつけます。そして首を押さえたまま果物ナイフに持ち帰ると16回以上振り下ろしたということです。祖母が動かなくなったことを確認すると2階に駆け上がり、 A さんが寝ている部屋に侵入。 A さんも物音に気がつき目を覚ましたそうで、やめてやめてと何度も叫びましたが、 H はこの野郎と怒鳴りながら床に引きずり下ろすと首に包丁を6回突き立てています。この時隣の部屋にいた A さんの母親と兄弟が異変に気がつき、廊下に出ると H と鉢合わせしたそうで、隙を見て2人とも裸足で玄関から飛び出し、大声で近隣住民に助けを求めました。
H はそのまま1階に降りると汚れたポロシャツを脱ぎ捨て手を洗っていたということです。そこに警察が到着し逮捕に至ります。A さんは一度蘇生されましたが低酸素脳症が原因で力尽きています。その後です。判決では身勝手で短絡的な動機であるが約1年の A さんとの表面上良好な関係も影響している。会うことを拒否され抑うつ状態が悪化した。祖母に対しての計画性は認められず H には反省が見受けられる。前科もなく20年以上にわたりトラブルもなく働いていたことは侵蚀すべき要素とし、裁判員裁判初となる極刑が求刑されますが判決では無期が言い渡されています。また事件発生現場の A さん宅は事件後空き家になっていましたが2010年1月17日に不審火が発生し全焼しています。ペケの考察です。リクエストをいただきました。耳かき専門店というのは馴染みがありませんが調べてみると、耳かき店、耳エステ、イヤーエステなどの名称があり2005年に厚生労働省が医療行為ではないと認定したことで各地に増えていきました。耳鼻科はもちろん理容店などで審美、リラクゼーションのために行う店舗もありますが、今回は店員が膝枕をして接客するタイプのお店で、施術というよりは接客メインだったと考えています。入店後和室に通された後お茶とおしぼりを出され従業員の膝の上で耳かき接客があるようです。どちらかというと女性店員目的のお客さんが多いそうです。メイド服やセーラー服などのコスプレをする店舗もあり、また女性客でも普通にサービスを受けられるということです。ですので耳かき店といってもかなり幅のある職種だと感じます。 A さんは容姿端麗で男性が魅力を感じ惹かれるのも理解ができます。また店舗ナンバーワンということで話や接客も丁寧だった。そんな中あまり女性経験のない H がお店に訪れ、私は H が A さんに本気で恋をしていた、本気になってしまったと感じます。 H を擁護するつもりはありませんし、向きでは軽く極刑が望ましいと考えていて、ストーカーや事件を起こすのは論外ですが、そこまでの心情は理解できるように感じます。 H はお客としてではなく一人の男性として好意を寄せられているように錯覚した。そのため週に何回も長時間 A さんと一緒にいたかったのではないでしょうか。そして自身が200万円以上も費やしていることや A さんの接客スキルの中で、もう後には引けないし A さんを忘れられない、依存している状態だった。しかし A さんは、あくまでも H をお客さんとして見ていて、 H は疑似恋愛、もしくは恋人のように錯覚していた。そこの温度差が開きすぎていたのではないでしょうか。そして恋愛経験の少ない H の感情は、入店禁止や A さんに拒否されたことで歪んだ方向に進んでいってしまったのだと感じます。そして少し違った角度からの情報もあり、正確かは分かりませんが A さんは H の気持ちが本気だと分かると、 A さんに本気で惹かれているということが分かると、 A さんはプレゼントを要求したり、ケンタッキーやお菓子、海鮮丼などのお土産をお願いしていた。また A さんが気に入らないことがあると H にきつく当たることもあったようです。このことなどから A さんに対しネガティブな意見もネット上ではありました。しかしこれも接客のうち、緩急つけることもテクニックの一つだったのではないかとも感じます。しかしやはり、最終的にこのストーカーになってしまったりとか事件を起こすっていうのは間違っていると感じます。皆さんはこの出来事をどのように考察しますか？ストーカーやこの内容から H には無期ではなく極刑を望むのか、H にも擁護する点があるのか。名探偵ペケのコメント欄では私が把握漏れした情報や違った角度からの考察もありますので、ぜひチェックしていってください。ペケでした。